今回のサミットでは現下の朝鮮半島情勢への対応を3人で綿密に話し合いました。拉致問題の早期解決に向けて私から両首脳の支援と協力を呼びかけ、日本の立場に理解を得ました。北朝鮮の諸問題に関する累次の安保理決議を完全に履行する、これは日中韓3カ国共通の立場であります。北東アジアの平和と安定に向けて私たち3カ国はこれからも固く手を携えながらリーダーシップを発揮していく決意であります。